どうも森さん中でーす。今日はうちの唐揚げを食べようということで、はい、はい、うちというのははい、みんなそれぞれうちの唐揚げあると思うんですけど、うちの唐揚げ、あの黒沢さんは前に、うん、自分で唐揚げ作ってましたね。そうなんです。うまそうだったね、あれ。美味しそうだった。うまかった。食べたかった。食べたかった。そうなんですよ。だからリクエストで、うん、それぞれのおうちの唐揚げはどんなものかっていうのを知りたいということで、私はもう、はい、あげることはないと思うんですけども、あげることはない、はい、いろいろ、ね、味違ったりするしね、うん、全然違うよ ね今日は、村上家と大島家の唐揚げを2種類作りたいと思います。はい、はい、レッツ唐揚げ。では下味をつけるところからやりたいと思います。はい、村上家はですね、はい、あの鶏胸肉を、へー、まあ結構使うんですけど、こっちの方が最近はさっぱりして、うんうんうん、あの脂身も少なくて、好きなんですよ、うんうんうん、で、そこにいつも塩麹を入れて、でもみもみしといて、で柔らかくなるので、うん、前日なのか朝なのかちょっと長めにつけたり、まあ全然短くても味は染み込むんですけど、塩麹漬けにしてます。今日はちょっと生姜も一緒にちょっと刻んで入れようかなと思います。醤油とかはいらないってわけ。そうだから塩味唐揚げが結構定番なの、最近の。最近定番で、醤油ももちろん通りましたよ。昔好きだった醤油とニンニクではなく、意外とさっぱり食べれる、これも美味しくておすすめなので、ちょっとやっていきたいと思います。生姜はね、ちょっとあえてね、うん、細切りとかに。知らないんだ。知らずに、知ってもいいんですけど、細切りがまとわりついてるのも美味しいのよ。ちょっと今日はこういう感じで、細切りで、細切りで一緒に漬け込んじゃうっていう、うまいね。美味しいよ、ね、黒沢さんもさ、生姜とニンニクめちゃくちゃ入れてたよね。入れてた。あれうまいよね、うまい。絶対うまいよ、生姜とニンニクは、ね、美味しいよね。細切りはちょっと食べたことないね。そうなの、うん、感じるんだよ結構。揚げてもこれぐらいの方が生姜が、この鶏肉を、うん、切り方ね、それぞれの家の切り方、ちっちゃめに、へ、これぐらいできる、こういう感じで。本当だ、ゴロゴロじゃないんだ。そう、その方がね、味が染み込みやすい。唐揚げっていう、うん、感じしない ね。そうそうそう、うん、こういうぐらいに、こういう薄切りの方がすぐ上がるのよ、うん、それはありがたいわ。そうなの、あと量が増える。そうだね、そう、うん、衣の分もあるしね。そうそう、こんだけあるからね、うん、だからこれを揚げるとまたこんもりするので、うん、でこれをそのまま入れちゃって袋に、はい、でこの塩麹、何でもいいの、ね、何でも大丈夫です。うちで作りました。でもこれは家のか、家のです。塩麹、塩麹、どうやって作るんだろう。大島さん作ってたこと、どうやって作る、知らない。え、塩麹よ。あれ、あ、作った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 作ってた、ね、初めて塩麹聞いたみたいな感じだったけど塩麹ですか忘れてたよね、今作ってたよね前。作ったわ。それ見て、あ、そうだ、私もやろうと思って。あ、そう、家に米麹が、ね、あったから、うん、でもみもみします。いい、ね、すごい、村上家の塩麹、はい、いいね。もう全然買ったのでもね、いいし、うんうん、で、あのお肉柔らかくなるので、うちはつぶつぶよりもこれミキサーにかけちゃうの、うん、へー。で、こうすると使いやすいから、うん、細かくしてからそのまま。確かにつぶつぶしてる。そう、お米のね、うん、形が残っちゃうとちょっと使いにくいから。確かに、ミキサーでかけて米麹、トロトロにしちゃうんですね。これで冷蔵庫に入れときます。でちっちゃいから、うん、まあ何時間かとかでも全然大丈夫だし、はいはい、はい、はい、OK。では続いて大島家の唐揚げをご覧いただきます。はい、うちはですね、普通のこのこれですね、もも肉だね。もも肉です、うん、もうこの脂身もこうついて、うん、しっかり入ってるやつだ。まあこれ F が好きで美味しいよね。皮が、皮が好きで、皮くれ皮くれと。へ、皮だけでもいいぐらい。皮ありもう皮だけでも、皮皮っていう、皮そこでやっこじゃないそれやっこだね。お母さん皮皮がついてるところを綺麗にこうやって揚げてあげた方が美味しくできるっていうのはね。そうなんだね。そう、あとちょっとこうはみ出したやつはさ、うん、こうやってはみ出したやつはさ、横ねペロンって。そうそう、これはさ、もったいないからさ、うん、あの丸めて冷凍しといて、うん、へー、鍋の時に
ちょっと入れるとコクが出るの。あ、1枚じゃ足りないと思ってちょっと2枚か足りないからね。そうでしょ、うん、こんなだってもう5、6個しかないもん、ね、まあね、男3人で暮らせたらそれぐらいなるよね。あれ男性3人でしたっけ。あれおかしいな。できましたか。切れた。はい、切れました。切れて、はい、うん、いつもやるのがそこから、うん、醤油、200g に対して1とか2とかなんで、うん、これは多分450ぐらいあるので3ぐらい持ってきました、うん、でこれはみりん、酒、お酒、お酒を、うん、200に対して1だから、うん、1.5 ぐらい入ってます、うんうん、なんでこの色かなっていうのは、うん、醤油の次にこれやってから醤油入っちゃってます、すみません。あ、そういうことね、うん、醤油入っちゃってます、うん、まあ、どうせ後で混ぜるから、なんか独特の酒なのかな、うん、ね、確かにね。これを、揉み込みます。これ入ってましたよ。あ、もうその分今なくなってるから絶対入れた方がいいと思うよ。じゃ入れます。吸っちゃってんじゃん。吸っちゃってんね、うん、ちょっと入れますね、うん、このレシピは五十嵐さん、五十嵐美幸シェフのかの中華のね、はい、中華のあの方のレシピなんです。出た、うん、早いしすぐ食べれる、うんうん、もうこれね、正直つけ置きしなくていい。なるほど。でこれがあの水分なくなるまで揉み込むという。おお、ずっと動かしてんの。そう、揉み揉み。でもね、そんなすぐ、結構そんな長くやらなくても、うん、もうなんか吸い込んじゃう、うん、オッケー。そしてこれが揉み終わって、うん、続いて鰹節を、うん、まとわす、まとわします。200に対して 10g、うん、結構 10g ってなかなか、こんなね、軽いのに、もっと言ってもいいぐらい、でもあの余ってるのはこれだったらごめんね、これそのまま。本当はもっとあるんだ。本当はもっとある。多分あの賞ね、非期限とか賞味期限がさ近くなってきたから、うん、あの、うん、鰹節とかいいね。そうだね、そうそう、こうやってね、それでまとわすんだ。まとわすの、こうやって。だしだね、もう。そうそうそう。もうだってうちの定番になっちゃってるから、これ。うん、よし、じゃあ、揚げていく？もう。もういいんでしょ、揚げて、大島さんの。全然すぐいけます。じゃあ、先に大島さんの揚げましょうか。お願いします。揚げます。はい。では、早速、揚げていきましょう。はい、行きましょう。じゃあ、片栗粉を用意します。うん、大島さんちは片栗粉なんだね。あ、いがらしさんちがね。あ、うちもパパッと、うん、つけたらあげるみたいな。はい、あ、すごい、入れてっちゃう、この瞬間よ。見た、ちょっともうちょっと強くしようか、あの、はい、火をお願いします。どんどん入れていくから。おお、片栗粉だと外カリカリになるもんね。わーい、最高じゃない。いい色、これ。五十嵐シェフが言ってたのは、うん、絶対触っちゃいけないんだって。あ、かき混ぜたくなるけどね。つっつきたくなるよね、うん、ダメなんだって、かき混ぜちゃ。そっか、このままなんだって、上がってくるまで、うん、うわ、うまそう。いいね、この音。あっ、忘れ物をしてしまいました、私。何？ネギクローズを作ろうと思ってたんですよ。あれ、あれ、ちょっと今やってもいいですか。あの、あ、ネギにつけるだけなんだけど、おーおーおー、横で作って、ここでちょっと持ってくるわ。パチパチいらしてる ね、 ね、もうそろそろだね。あ、いくよ、うん、うわー、 オッケー、すごい、うわ、美味しそう。やっぱ唐揚げって絵力あるな。そう、割ってみる、割ってみる、割ってみよう、割って、これ出来たてね、うん、切ってみる、どうなってんのか。いいね、はー、うわー、湯気、あー、出来たての、ちょっと食べたって、そうだね。あの、うん、私このネギ切ってきたんですけど、うん、このネギに黒酢をつけといて、それを付け合わせで一緒に食べるっていうのが、うん、美味しそう、すごいさっぱりして食べれるので、ちょっとそれをつけときたいと思います。塩麹だけじゃ飽きた時に、そう、ネギダレソースが結構好きで、私よく家でね、あの醤油とかなんかいろいろ混ぜて、うん、あの食べるんだけど、うん、あの醤油ってやっぱりしょっぱくなっちゃうじゃん。そうだね。だけど、あ、黒酢だったら体にもいいし味も濃くならないから、うんうん、いけるなと思って、黒酢がいっぱいある時とかに、うん、
これを始めたらハマっちゃって、美味しいんですよ。こういう感じで。これでいいんだ。もうこれで、そうするとこの黒酢の方にもネギのエキスがいくし、うん、このネギがしんなりして美味しく食べれるので、これを一緒に冷蔵庫に置いておきます。オッケー。はい。私さ、うん、キャベツの千切りを一応持ってきたからさ。ありがとう。これをちょっと横に。いいの？はい。すいませんじゃあ。完成でーす。美味しそう。さあ、続きましては続いては、村上家の唐揚げ揚げていきたいと思います。うちは米粉ですね。最近は米粉を結構使ってます。少し入れて、こういう感じで、こういう感じである程度入れて、こうやってつけて、どれぐらいの粉か見せて。うん、まあしっかりつけるかな。しっかり目だ。うん、あの軽いから、うん、あとちっちゃいから割としっかりつけて、うんうん、かさ増しして、そうそうそう、こういう感じで。あ、いいね、うん、はい。おお、いいね。だおやつ唐揚げみたいな。なんだよそれ。何おやつ唐揚げ。唐揚げは最初からおやつみたいなもんだよ。あ、ほんと。これね、なんかお酒好きな人とかもパクパク横で、あれ、ね、スナックみたいに食べるみたいな。早いのよ。早いんだ。もう、もういける？最初のやつは。ほら。ああ、ほんとだ。ちっちゃいから。うん。チキンナゲットだ。ほんとだ。あ、そんな感じ、そんな感じ。チキンナゲット。そう、チキンナゲットか。あ、やばい、早く早く。うわ、早いね。早いのよ。ありがたい、これは。そう。早っ。ちっちゃいからさ、うん、あんまりこういう、火が通んないんじゃないかって心配もあんまないね。そうそう、はい、どんどんできちゃう。本当だね。そう、一瞬だね。そうなの。いいね、時短だね。あ、安心の五十嵐シェフのやつも時短だけどね、うん、また違う感じだよね、時短の。違う時短だわ。うん、揚げるのに結構時間かかっちゃうと、うん、そうだね、暑いし大変だもんね。うん、かなり早い。おお。30秒？いやいやいや、1分経ったね。1、2分じゃない。1、2分か、うん、早い。よし、いいね、ほんとだ、フライドポテトみたい。あ、違うよ。ちょっとナゲットだよ。フライドポテトになっちゃう。食べたいのも言ってるでしょ。違う違う、ポテト食べた。全部揚げたらもう一緒だよ。はい、できましたー。美味しそう。唐揚げ、唐揚げ定食ですね。もう美味しそう。2種の、うん、それでは早速いただきます。あの途中でネギダレもあるので、うん、いただきます。ムーさんちの方、はい、いただきます。あ、軽っ。うん、おやつだよね。あ、美味しい。あ、生姜うまいな、これね。なんだ、どうも。あ、うまい。うん、あ、うまい。ナゲット軽い。ネギのアップも取っときます。ネギこんな感じに仕上がった、うん、ごめんなさい。ちょっとこう味変、黒酢のこのネギが美味しい。あ、うまい。わ、うまい。ネギハマんない。黒酢がめっちゃある時はこれすごい消費できるからおすすめ。うまい。美味しいっしょ。なんか一気に中華っぽくなるね、うん、なんか、うんうん、おいしい。ちょっと大島さんのも、うん、あ、いってよ。いただきます。うん。あ、うまい。うわ、おいしい。うまい。うん、五十嵐シェフ、いただきます。どうぞ。系統違うね、やっぱ。全然違う。全然違う。うん、おいしい。ほんとだ、違う。あの、おいしい。うん、やっぱ鰹節が効いてるね、うん。和風だよね。がっつりだ。和だ、和な。うん。和ね。うん。これにネギダレもうまいんじゃないかな。合うと思うよ。ちょっと行ってみようかな。うんうん、黒酢のね、旨味があるからね。あ、うまい。うん、うわ、うまい。うん、和風さっぱり。うんうん、もうくじさんも食べようか。食べよう。うん、こちょくちゃまくにさん、どう？初めて。めっちゃうまいね。ただ、黒酢さんの唐揚げも食べてほしい。食べたかったよ、くにさん。あれがあれで、うん、
すごいパンチ、めっちゃ分かったんですよ。ニンニクも入ってたんだっけ。米に合いそうだね、うん、でもあのニンニクの量と生姜の量がいいじゃない。そうなんです、ね、量が多いかったね、うん、たっぷりいいよね、うん、食べてみたかったよ。食べたいよ。美味しい。うん、めちゃくちゃ美味しかった。うん、あいろんな人んちの唐揚げ食べたい。ちょっと食べたいね。ハンバーグもやりたいね。ハンバーグ、うん、どう？やりたい。ハンバーグやりたいね。ハンバーグ、人んちのハンバーグ食べたことないかも。うん、ちょっとじゃあ今度ハンバーグもやろうよ。うん、分かった。人んちのハンバーグ。そうしよう。はい。いや、美味しかった。美味しかった。大満足でしたね。大満足だった。最高です。うん、もしお気に召したらね、皆さんやっていただきたいと思います。はい。はい、以上、もやしゃんちゅんでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。